さすがロス人。荷物ですか？荷物はこんな感じでございます。こんな感じですね。ゴミ、なんかゴミの山みたいになってますが。ありがとうございます。トータルディの竹島でございます。桐生行って、電車ペイントしてきます。みんなと仲間と一緒に頑張ります。結構しょぼしょぼしょぼですけど、頑張ります。デザインもなんとなく決まってるんだけど、はっきり決まってない。どうしよう。聞こえてなかったけど、高速撮ってます？運転だな。またこの角度なんだ。そしてバレラのティーチャー竹島ティーチャー。ちょっとこんな感じ。回り込み方が良かったですね。あ、こっちもいた。忙しいんですけど、くたくたになるまでこの絵を描くというのは楽しいですね。最高ですね。こんな機会はもうめったにないと思います。最高しか言うことないです。いや、一言で言うと面白い、まさか実現すると思わなかったので大変だけど
みんなと仲良くなれたし楽しいですか。すごいっすね。お願いします。最高です。じゃあ出発してください。はい、チンチン、ピッピー、頑張ります。あ、禁煙ですよ。あ、すいません、すいません、吸いすぎて、すいません。お疲れ様です。戻ってるんです。大丈夫ですよ。充実してる。どんな感じ。いい感じですね。硬いよね、だいぶ。夢が実現しまして、目標が。それで、アメ車のローライダーの絵って、エアブラシだけど、ミューラルって言い方をして、で今までトータル T で学んだことって、模写とか、真似てとか、で細かいところまで回いっぱい勉強できたから、いろんなアイディアとかで、個人個人でいろんな絵を描いてて、で私の得意とするところはちょっとその人たちより細かいとか模写を中心にやってきたから、そういうところだとかで、3、2、1、9、自分で言ってますが、トータルティーが教える How to エアブラシ、今回はですね、エアブラシの学び方っていうか、